8月にですね、タリバンがアフガニスタン全土を制圧しまして、まあ、そこから人道危機っていうのが急速に悪化してきております。支援物資の配布もそうなんですけども、それだけではなくて人材育成ということで教員研修ですとか農村部でのこのコミュニティによる学校の運営で助産婦、それから看護師の育成、まあ、こういったことも行ってきております。まあ、JPF は海外のみならずですね、国内の支援も展開しています。こういった豪雨災害に対しても加盟団体は迅速に出動しておりまして、例えば医療、それから住居支援、取り残されてしまう脆弱層の方々への支援、まあ、こういったのを行ってきております。JPF は NGO、経済界、政府がですね、対等なパートナーシップのもとに協働する仕組みなんですね。特徴としましては、緊急準備金というプールファンドっていうのを準備して、災害が起きた時、危機が起きた時に迅速な出動ができる。こういった仕組みによって、一つの団体が個々では成し得ないことっていうものを仕組みによって可能にする、ということが、まあ、私たちが求めている付加価値であるというふうに思っています。